はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。11月5日土曜日14時から16時、新松戸駅政治活動をやります。よかったら見物にいらしてください。よろしくお願いいたします。11月3日今日ですね、北朝鮮ミサイルが東北上空を通過と、報道ありまして、7時39分発射した、7時48分通過した、そうすると着くのに9分ぐらいあるわけか、50分 J アラートが鳴り、何のための J アラートだ、通過した後に鳴ってもしゃあないやろと批判がありました。ネットの反応です。全然間に合ってね、責任者をクビにしろ、緊急地震速報より使えんとは、通過してから警報を出すのどうにかならんの、グアムかハワイ狙いかな、宮城山形新潟県の人たちビビらされただけで気の毒だわーって、当初ですね、東北地方上空を飛び越えて太平洋に落下って報道されてたんですけれども、浜田防衛大臣かっこ浜港の息子顔も似ているが訂正記者会見やってました。日本海上空で消失した、昨日も23発以上のミサイルを発射し100発以上の砲撃を行った。これニュースになってねえから、日本が関係ねえとこで、やってたんでしょうね。ネットの話です。海に落ちたんか、大気圏外に吹っ飛んでいってそれっきりに見失ったんやろ、極秘で迎撃したんかな、迎撃したが、撃墜したが、機密のため消失ということに、などなど、いろんな憶測が、なされておりました。岸田総理、連日のミサイル発射は暴挙、決して許されない。遺憾って言わないんだ。ふーんって感じで、これに対するネットの反応なんですけど、遺憾だ、遺憾だぞ、どうだ、恐ろしいか。被害ないなら、もう虫でいいじゃん。これでも、総連を、存続させとくんか、容認できないなら口だけで済まさず行動で示さないと、許さなかったらなんなのよ、何もしねえのに許さんとか言っても許さないぞ、ささ行きましょう、許さないだけなのね。何発撃たれても同じコメント、岸田の言葉に意味なさすぎて悲しい、シリよりもバリエーションが少ない岸田のコメントっていうのがありましたけれども、結構バリエーションはあっと思うよ、岸田総理は。慎重に検討するとか、検討を加速するとか、緊張感を持って注視するとか、まあまあまあ、手替え、品替え、何もしませんっていうことを言う能力はあるんですけどね。まあ、消失って、まあ、つまり見失ったってことなんでしょうね。海に落下したなら、落下したって言うもんね。検討を加速してやる。どうだ、怖いか。どうせ何もしないでしょ。もう知ってるよ、もう。許さんって言うなら、なんか制裁せよね。手始めに総連ガサ入れ、メンバー尾行とかね。北と関わりが深い TBS とテレ朝と富士と日テレも、NHK もガサ入れして、メンバー尾行ぐらい制よって感じなんですけどね。朝日新聞官邸クラブがですね、途中で消失したのに、なぜアラートが出たか分かりません。たった一言書き込んだだけで非難合合でありました。それ調べんのがお前の仕事だろ。朝日がごちゃごちゃ言ってんじゃねえ。朝日何が分かんねえ。黙れスパイと。もうボロクソでした。うん、嫌われてるね、朝日新聞。いいことだな。もう朝日新聞社員って、ご近所に言えないですね、これね。まあ自業自得で全然同情しないんですけどね。朝日新聞の総指揮は国民が出すと、日本人が出すと、むしろもっと嫌われるって感じであります。ロシアも北朝鮮も中国人民軍も脅威だが、財務省は相変わらず気違いが治りません。防衛省、NATO 参加を視野に今後5年間の予算額は48兆円欲しい。財務省、いやいや30兆円前半に抑えてよ。横やりを入れました。ネットの反応です。国民の敵、敵は霞が関にあり、いやでも必要になるんだがな。財務省にスパイが入り込んでるの？防衛費にまでケチつける、ケチる反日財務省、財務省の予算ゼロでいいんじゃね？ロシア・ウクライナ戦争が
見えないのかな。 NATO さんから必要だっつってんだろう、頭おかしいのか。財務省は歳入省と歳出省に分割すべき、これやったら力半減するみたいですよ。高橋洋一さんって元大蔵省の官僚が税務署、税務庁を財務省から分離して、歳入庁と歳出庁に分ければ力が半減する、力がだだ下がりする、言っておりました。財務省が強いのは税務署抱えてからなんですよね。嫌がらせにガサ入れすんだもん、税務庁さんつってね。でね、みんながみんなほらクリーンなわけじゃないじゃないですか。安倍総理はここら辺がクリーンだったんで負けなかった、財務省にっていう話であります。まあ立憲の議員は全員金にだらしないんで、まあ弱みつかまれてんだろうなとは思いますけれども、だってそうじゃなきゃね、枝野幸男が消費税減税を言い出したのは間違いでした、二度と言いませんって、なんか財務省によっぽどとっちめられたようなことをほざいてましたんでね。5兆円、5年間で30兆円前半ってことは、6兆円強年にしかならんにゃんね。政府は NATO 基準を参考に GDP2% を目指すって書いてあるんだから、2% って11兆円のことですよ。これ達成してないと安保のただ乗りって言われて NATO に入れないの知らないのか。知ってても、いや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 つって自分の都合を押し通してつもりなのか。ロシアを刺激するつってですね、NATO に入れてもらえなかったウクライナが今どうなってんだって話。財務省の官僚ですね、本当に頭悪いなって思います。国家あっての経済あっての税収って全然分かってないんでしょうね。ウクライナみたいになっちゃったら NATO に入れずに、ウクライナみたいになっちゃったら自分の子供や孫の安全も、担保できねえんだぞ、思うんですけれどもね。自分の子や孫も苦しむ重税路線を死んでもやめねえし、減税するぐらいなら死んだ方がマシぐらい思ってるし、本当に愚かとしか思えません。税金絞りたいのは、金を絞り取りたいのは厚労省も同じで、現在6000円台の介護保険料をですね、2040年までに9000円にする方向で検討開始だそうであります。だって要介護者が今の3倍になるんだもんだそうで、どん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 増え続けていくんで、言うらしいですね。ネットの話、働くのアホらしくなる。40歳以上は生きてるだけで罰金。これ40歳から取られ始めますから、まあそういうことなんだろうな。最近の税金の取り立て案がすごい。可処分所得がどんどん減っていく。安楽死を希望できるようにしてくれ。ボゲボゲで介護されながら行きたくない。岸田になってから役人がやりたい方で。物価高なのに重税する能なし集団。安楽死施設作った方が尊厳守れるよ。政治が無能だと。こうなるって見本みたいなもんと。介護の総費用なんですけど、22年前、2000年は 3.6 兆円。現在は 13.3 兆円。まあ、3、4倍に達したそうであります。胃にね、管入れられて、強制的に流動食流し込まれてるレベルの方、本当に気の毒でなりません。やっぱね、苦しくて、自分で管引き抜いちゃうのって、介護の人に聞きました。地獄かよって思いました。そうはなりたくねえな。北欧とか、まあヨーロッパでもそうなのかもしれないですけど、食事が自分でできなくなったら寿命って考えがあるらしくて、まあそこまでやりません。自然に委ねるそうであります。日本がやりすぎなんでは？延命措置。要介護者認定数も2000年から3倍増、したそうで、これ認定基準の見直しも必要じゃないか。20年前の認定基準でもって認定してたら3倍になっちゃって、ちょっと認定を減らす方向で基準見直したらどうなのか。実質税負担率 48.1% には、滞納すると公権力による差し押さえもある実質強制の年金、国保税、この介護保険料も含まれるわけで、若者には夢も希望もないよな。年金は前はやんなかったんですけど、今は滞納しと
差し押さえするようになっちゃいました。つまり年金税ってことになっちゃったんですよね。現在の政治がですね、若者冷遇なのはズバリ若者の投票率が低いから、若者は票にならないから、票にならないってことは当選できないってことでして、当選できないってことは生活していけないし金にもならないってことで、まあね、若者、投票してくれない若者のことを考える政治家があんましいなくなる、減る。どっちかっつうと、票、真面目に投票に行く高齢者の方ばっかり向いちゃうのは仕方ないことですね。投票を義務化したら多分ガラッと変わりますよ、世の中。18歳以上は行かなきゃダメだぞ。正当な理由なく選挙サボっちゃダメだぞ。まあ、入院してるとかは、あれだけど、みたいにすれば、ガラッと変わりますよ、政治。ただね、それには、会見しないといけませんけどね。強制できないですから、内心の自由とかね。強制できない、今の憲法だと。その他のニュース、小説家、北林安住。誰どなた、防衛費爆上げとほざいているが、トマホークは食えない。生きていけない。第一次産業の保護こそ、国防の基本だとか言っちゃってですね。ちょっと話題になっておりました。兵は国の大事。はい、論破。ということで、トマホーク買うために、まるでですね、農業保護を放棄するような、なんかプロパンダの文章書いてますけど、トマホークは食えない、農業保護とか言ってるけど、もうやってるって農業の保護も。そんなことは農水省が必死で抵抗しますよ。農業保護やめますなんて言ったらね。国家あっての生命財産、国家あっての自由だと、あれほど言ってんのに、わかんねえんだなぁ。内閣府核融合炉の実験の建設を5年早める、方針だそうであります。現在の原発は核分裂炉、核融合っていうのは太陽の中で起こってる現象で、まあ、小型の太陽を作るのと同義、同じことですね。効率は分裂炉、現在の原発の約4倍だそうで、廃棄物も出ないと。関係者は全て自前で作れるのは日本だけと胸を張ってるそうで、まあそりゃそうだわな。フランスのあればもう作れないのか。世界4大原発グループは三菱日立東芝あれば、あればはフランスの国営ね。この4つのどれかにお世話にならないと特許的な意味で新しい原発作れないそうであります。つまり4つのうち、4つのグループのうち3つが日本と。原発技術世界一は日本って言っても過言でないんじゃないでしょうか。まあね、核融合炉簡単にできちゃって、日本が無限の電力を手に入れることが死ぬほど嫌な中国、韓国、北朝鮮が、まあ、必死でバカ日本人雇ってですね、反原発をやらせてると。まあ反原発のデモとか集会にいるのは日本人だけじゃないですけどね。韓国の貿易収支が7ヶ月連続で赤字。ユン大統領がたった6ヶ月で経済を破壊した。大騒ぎなんですけど、就任前から赤字始まってんだから、新大統領のせいじゃないのでは。まあ耳貸さないだろうけどね。読売新聞が島津製作所が軍需産業から撤退と書きまして、島津製作所、そんな事実はありません。全否定。まあ読売の願望妄想記事ですかね。日本を無防備にして人民軍に差し出したいっつね。こんなの書いたら島津製作所の株下がっちゃって風評被害。これ読売は責任重大ですよ、これ。読売朝日2大新聞が揃って嘘つきと。まあ知ってましたけど、朝日新聞、国際会議に行くんで、日韓首脳会談実施の方向。まあ岸田とユン大統領ですか。懇談や
立ち話になる可能性もあると、立ち話や懇談は会談とは言わんぞ、突っ込まれておりました。また朝日の願望記事だろうと誰も信じず、まあ300万人ぐらいに減った読者に信じてもらえばいいから楽なのかな。約 3% 弱だから朝日新聞党を作ってですね、国政に出て10人候補立てて比例使えるようになれば1人ぐらいは倒産する計算ですね。石垣市議会、中国艦船による日本漁船追尾に対する抗議決議を採決、可決したものの、賛成多数で可決したものの、左翼議員が反対。中山義孝市長、この人らに任したら尖閣は中国領になっちまうわ。宝議員、与党側、どこの国の議員だよ、左翼議員でもヘイトだ、発言を取り消せ、誰に対するヘイトなんだかさっぱりわかんないですね。便利に使ってるようだが、ヘイトって自分らの気に入らない発言のことじゃねえからな、だから左翼はバカじゃねえとやってらんねえって言われちゃうんですよね。元参院中央テレビ局社員、31歳男、28歳女性の裸を盗撮して逮捕。性犯罪の前科2犯で3回目の逮捕でございます。京都新聞、本名を載せませんでした。隠蔽報道しておりました。身内擁護が徹底してんな。3回目の逮捕はもはや病気。もう更生しないでしょうね、これね。どっかあの入院施設に放り込んで、入院っていうかあの治療しないとね。薬剤師さん。海苔はビタミン B1、B2、タンパク質、タウリンが豊富なんで、肉体疲労とメンタル疲労にとてもいいよ。へえ、知らんかった。別に精神疲労してないけど、海苔食べよ。って思った今日この頃でした。早速海苔買ってきちゃった。私もあの影響されやすいのかな。別にあのメンタルが疲労してるような感じでも、全くないんですけれども、まあ、あの、食ってみっか、となりました。というわけで、日本改革党メール党員を大募集しております。取って、買って、読むだけで、知見が、知識が上昇いたします。一つよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。